はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、昨日に引き続きということになるんですけども、また、Pixel 3の話題ですね。今日何日かというと、3月5日なんですよ。はい、こちら3月5日の今11時に、撮ってます。ということで、5日といえばね、 Pixel 3ユーザーはお気づきかと思います。今日3月5日はですね、 Pixel 3のアップデート日でございます。ということで、まだ私はアップデートしてないんですけど、今回はね、なんかアップデートでどういう、アップデートがされるのかっていうのがちょっと、ね、出ていたので、そちらを確認して、で今アップデート前なので、アップデート前とアップデート後で本当少しでも違いがあるのかってとこを、見ながらアップデート、ね、してみようと思います。では行ってみましょう。毎月恒例ではあるんですけど、本当アップデートね、もう必ずと言っていいほど5日に来てますよね。で、通知はなんか来たり来てなかったりとかするんですけど、私は今通知は来てないんですけど、ニュースでね、もう出てるんで、普通に来てるかと思います。ちょっと見てみるかな。今回、2019年3月5日のアップデートの内容についてなんですけど、まずね、今アップデートの内容を確認しているんですが、実際に公式から発表されている内容で確認ができる内容としては、デバイスの重大なバグの修正と言われてます。重大なバグってね、今更何あるのかっていう、実際使ってるユーザーからするとそういう感じなんですけど、普通に使ってる側が見えてる範囲とはまた違うところで、バグが起こってるってことはあるかもしれないので、そういったところがね、今回修正されてるらしいですね。で、あとはパフォーマンスと安定性の改善と、なってます。これもね、毎月パフォーマンスと安定性は改善って、書いてますけど、もうすでにね、結構安定はしてると思うんですけど、でもやっぱ細かいところで、ちょっと、もたついたりとかね、なんか安定してないところがあったのかなっていう感じで、そういうところも今回また新しく修正が入ってます。実際具体的に何をした時のパフォーマンスがどのように改善されてるのかとか、そこまではちょっとわかんないですけど、さらにね、安定して使えるようになっているということです。で、一応ですね、公式で発表されている内容としては、重大なバグの修正と、パフォーマンスと安定性の改善と、この2つなんですけど、実はですね、今回の3月5日のアップデートでは、この公式が発表している以外にも、普段使いしている中で気づけるようなアップデートもね、いくつかあるみたいなんで、そこを今回はまずチェックしていこうと思います。で、まず一つがですね、カメラアプリの起動と応答性を改善となってます。で、これは私も若干いつもね、思ってるところが少しあるんですけど、カメラアプリ起動した直後にもうすぐ写真シャッターボタンとか押してもね、意外となんか反応が悪かったりとかするんですよね。で、起動してからちょっと時間が経ってからだったら普通に使えるんだけどみたいな、そういうところがちょっとあります。今のまだアップデートしてない段階でどういう動きをするのかちょっとね、これからお見せしようと思います。じゃあこれでまずね、カメラ起動しますね。起動してと、ちょっと遅い。もう一回行こうか。ちょっとアプリ一回ね、閉じて、アプリ閉じた状態でカメラ起動して、意外と普通だな。なんか調子いい時と悪い時が若干あるんですよね。こういうところですね。今ちょっとお見せした感じだと、そんなに遅いかとかね、思うことはなかったんですけど、なんかたまにね、これでちょっと料理の写真とかね、撮ろうかなって思ってカメラ起動したら、あれ、思ったよりもちょっと時間かかるなとか、ほんと数秒レベルの話ですけど、たまにあるんですよ。で、そういうのが、今回ね、起動と応答性を改善って書いてるので、カメラの応答性とかも良くなってるんじゃないかなと思います。これはね、地味にありがたいポイントかなと思います。で、2つ目が OTA アップデートが失敗した時のリカバリを改善。 OTA アップデート、こういったね、今回みたいな、セキュリティアップデートとか、OS のアップデートとか、そういう時で、アップデートに失敗してしまった時の、リカバリとかを、改善してくれてるみたいです。これはちょっとね、わからないですね、正直。OS とか、こういったセキュリティアップデートとかで失敗したってことがないので、ちょっと私は遭遇したことがないですけど、無線とかね、 Wi-Fi とかのトラブルとかで、アップデートしてる途中にネットが途切れちゃってアップデートに失敗してしまったとか、そういう時の対応が良くなるのかなという感じですね。で、3つ目、
ストレージのパフォーマンスを改善と書いてます。ストレージのパフォーマンスね、まあ、ストレージなんで、まあ、今これ64ギガ使ってますけど、多分無駄に使われてる領域とか、あとはまあデフラグじゃないけど、まあ、ストレージの最適化とかその辺が良くなるのかな。まあ、ストレージのパフォーマンスって書いてるんで、動作とかにもちょっと影響してくるのかもしれないですね。で、次、4つ目が、Bluetooth の信頼性を改善と書いてます。Bluetooth ね、まあ、私もよく使ってますよ。まあ、ソニーのね、あのワイヤレスヘッドフォンとかでも、まあ、NFC でタッチして、Bluetooth でつなげて、ヘッドフォンで音楽を聴いたりとかもしますし、で、あとはまあカメラね、ちょっと今、こういう状態になってますけど、カメラともうこれ NFC タッチしてね、Bluetooth で接続して、で、撮った写真をスマホに転送して、で、まあ、Instagram とかね、Twitter にアップしたりとか、まあ、そういう感じで使ったりもするんですけど、まあ、そういう時の、まあ、Bluetooth の接続した時の安定性とかね、まあ、接続のしやすさとか、そういうところが、おそらく改善されてくるのかと思います。で、もう一つが、いくつかのビデオアプリにおいて暗号化されたメディア再生を改善と書いてます。ちょっとこれはわからないな。これはどういうことだろう。暗号化されたメディア再生を改善？ちょっとこれはわからんです。まあ、ビデオアプリなんで、なんか、どのアプリかわからないですけど、なんかのアプリを使っていて、まあ、動画とかを見てる時の、まあ、安定性が良くなるという感じかな。まあ、そもそも動画これで、ピクセル3で見てる中で、別に遅いとかね、不安定さとかを感じることも今のところないので、まあこれはちょっと私が使ってる範囲では特に影響ないかなって感じです。まあ一番やっぱり嬉しいのはカメラアプリの安定性ですね。カメラの起動と応答性が良くなるっていうのは、私結構ね、普段からちょっとこれ遅いかなって思うところはあったんですよ。もちろん撮れる写真とか動画とか、まあその辺には満足していたんですけど、ちょっと機動性とか応答性とか、そこには普段使いで、ちょっと思うところがあったので、まあ、ここは正直、今回のアップデート、改善されるなら嬉しいポイントですね。Bluetooth はですね、アップデートする前の段階だと、なんかね、接続が頻繁に途切れてしまうと、言われてます。で、3分以上音楽を聴いてられないと。いや、そんなことないけどね、普通に。私結構、本当ワイヤレスイヤホンで、ずっと、何時間とか聞いて外にいたこともあるんですけど、特に問題なかったけどな。ただまあどこにいるのかとか場所とか、おそらく無線がねたくさん飛び交ってるような場所だと安定性が悪くなったりとかしてたのかな。一応途切れてしまうっていう報告があったらしいんですけど、それも今回のアップデートで良くなるらしいです。だからまあ本当 Bluetooth ワイヤレスイヤホンとかでピクセル3で音楽を聴くっていう場合は、これ結構ね、嬉しいんじゃないかなと思います。はい、じゃあですね、内容はこんな感じなんで、実際にこれからアップデートしてみようと思います。じゃあ、アップデートします。はい、まあいつもの通りね、アップデートは、設定の中のシステムですね。で、詳細設定、システムアップデート。じゃあ、いきますか。セキュリティアップデートのインストール中。今回は 70.9MB ですね。うん、そこそこ容量ありますね。ではちょっとこんな感じでまずアップデートしちゃいます。はい、ということで、今ですね、Pixel 3 XL の、アップデート終わりました。いや、めっちゃね、時間かかるんですよね。11時、さっき時間も見せたと思いますけど、11時、何分かね、そのぐらいに。アップデート開始したんですけど、まあ完全に終わって、もう再起動も終わったのが、今このぐらいですね。12時入りました。0時ですね。もうなんかダウンロードするのはすぐ終わるんですけど、なんかインストールとかね、あとアプリの最適化ってところで、すっごいね、長くかかるんで、もうちょっとね、待ってらんないなと思って、撮影一旦中断して、で、ちょっと今の方でゲームやってました。アサシンクリードやってました。まだクリアできないんだよね、あれ。30時間以上やってるんですけど。まあ、それはいいとして、アップデートね、完了したんで、ちょっと、試してみますか。カメラの起動。よし。はい、じゃあまずね、起動して、カメラ、起動しますね。うん、早いね。起動直後で、うん。全く問題ないですね。じゃあちょっと動画、行ってみますか。動画撮影ね。
うん、全く問題ないね。非常にスムーズにね、すぐ録画開始できましたね。ちょっと横で行ってみますか。じゃあちょっと自撮り写真、ね、うん、どのパターンでもいけるかね。動画、あーこれだったら、まあまずほんの1ミリも不満に思うことないんじゃないかっていう感じの速度ですね。うん、いいよね。あと何試す？自撮りの動画試す？一旦終了して、じゃあちょっと横で、カメラ起動して動画でインカメにして録画開始。あー全然問題ないですね。うん、完璧でーすこんな感じ。これは素晴らしいな。うん、 OK です。で、まあ、Bluetooth とかは、まあ、ちょっと時間かかるんでね。そもそも私、アップデート前で Bluetooth 途切れたりとかもしていなかったので、まあ、おいおい使ってってなんかあったらね、ちょろっと動画の中で話していこうかなと思います。とりあえず、カメラの、起動性とかね、応答性、あと起動した直後の動きとかは、良くなってると思いました。まあ、あとは、今、アップデートした直後なんで、良かったんですけど、これからしばらく使っていってどうなのかとか、その辺がちょっと気になるところですけど、まあ、その辺は、使ってて何かあったらね、動画で話そうかなと思います。まあ、今のところは、とりあえずカメラ、さらに良くなりました。はい、ということで今回は Pixel 3の3月5日のアップデートやってみて、で実際にすぐにお見せできるようなところをちょろっとお見せしてきました。基本的に本当毎月5日にねアップデート来てるんで、まあ今回もね3月も来てました。やってみたところまあいろいろねアップデートあるんですけど、カメラの起動と応答性はアップデート前よりも良くなってると思います。で、まあ、案の定ね、通知は今回私は来てなかったんで、多分、来てない人もいると思うので、まあ、その辺、通知来てなくても、もうアップデート自体多分来てると思うので、でまあ、設定の方からね、進んでって、Pixel のアップデートしてみるといいと思います。はい、そんな感じで、今回は Pixel 3 3月5日のアップデートレポートでございました。こちらのチャンネルではこういったガジェットとかね、スマホとかゲームの話などしておりますので、気に入っていただけたら高評価、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次回の動画で会いましょう。さよなら。